日はナタリアが初めての大阪ということで、大阪の難波を道頓堀をちょっと歩いて観光してみようと思います。はい、どう大阪は？暑い暑いね。建物出て海市すごいですね。うん、すごい都会でしょ。なんか車でいつも迷子になってしまった。やばいですね。で今日は気温35度あるから、ああ熱中症に気をつけながら楽しみましょう。はい、暑いね。うん、ちょっと中国みたいな感じ。ん？ちょっと中国みたいな感じ。あ、中国みたい。とても感じバナー。確かに。ドラゴンとか。うん、あそこになんかドラゴンあるね。うん。お、ナタリアの好きな野菜ジュースあるよ。美味しそう。食べたい。今日は平日なのでちょっと人も少なくて観光がしやすいです。楽天の歌。今日は何かしたいお目当てとかありますか？アドベンチャータイムどこか。え？アドベンチャータイムどこか行こうか。ちょっとブラブラしてみたいな。いいね。あ、たこ焼き屋さんもある。ナタリア、大阪ってたこ焼き有名ねえよ。でもちょっとたこ焼きのために暑すぎ。後で食べてみよう。あ、後で食べよう。今からカニゲンというお店でカニを食べに行きたいと思います。すごい迷子になってやっとたどり着きました。あ、着いた。いや、はい、カニゲンさんに来ました。美味しそう。カニ食べるの初めてじゃない？初めてだよ、ね、もうなんか味噌汁でちっちゃいカニを。こんな大きいの多分初めてやるね。楽しみ。楽しみ。食べ方です。美味しい。めっちゃ美味しいね。美味しすぎ。ナタリア、これは？これはしゃぶしゃぶして。しゃぶしゃぶして。うん。めっちゃ美味しいね。美味しいです。身が分厚いしね。うん、うん、美味しい美味しい。これで終わったやつは この中。そうです。で、この中どうする？ソース上手、うん、上手。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。うん、どうだった？美味しかった。あのカニスープとても美味しい。あ、すね。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいなので、はい、ちょっと散歩したいと思います。はい、残りに一番いい散歩はブラブラのところで、ちょっとブラブラしてブラブラしながらちょっとショッピングもしようか。はい、人が多いけど面白そう。人がすごい。でもここでは、お、いちごのやつね。いちご、はい、お願いします。しょうがない、しょうがない。どう？最後の？ラスト。頑張りましたね。ありがとうございます。何のスタイル探してる？自分がいいと思ってるんですかね。
これは難しいですね。人めっちゃ増えてきたね。外国人の人もすごい多いね。すごいです、ね。金沢に比べたら、いやいや、10倍ぐらい違うんじゃない？全然金沢だからリンゴな田舎みたいな。全然違うね。ちょっとなんか外国におるみたいな。外国でいるみたいな。ねえ、すごいわ。気をつけないと。暑い。まだちょっと暑いだから。でも美味しい。あ、本当？本当。待って。美味しい。めっちゃクリーミー。暑すぎたので一回カフェに避難しました。暑いので一旦水分補給しましょう。それがレモネード。レモネード。これがフルーツティーとアイスクリーム。あれが、ピスタチオ、いちご、あ、いちごチーズケーキ、あとストなんかなんかのベリーのアイスクリーム。いただきます。はい、いただきます。疲れたね。ちょっと、とってもまだまだ、ちょっととっても人に疲れてしまった。人混みがすごいね。うん、私も疲れていた。歩きはすごいですね。暑いし、人多いし、うん、ちょっとうるさいし。どう、今も可愛い喫茶店で休んでいますね。田舎暮らしの自分たちにしたら結構きついね。きつい、全然違う世界です。世界違う。違う。でいいね。今道頓堀の観光を得て、駐車場に戻ってきました。はい、暑いし人多いし、ね、疲れたね。疲れました。今、ね、まあ、寝たいです。いや今から寝るやん。じゃあ今から金沢へ運転して帰ろうと思います。はい、お帰りね。安全運転で帰りましょう。はい、帰りましょう。楽しかった？楽しかった。よかった。おい、疲れたそうね。疲れましたね。まあ、今回はなんか別の目的で来たんですけど、ちょろっと観光できたっていう感じです。はい、またちょっと今日はもう全然あんまり観光できなかったので、また別の機会で大阪に来たらまた別のところも観光してみたいなと思います。はい、そうしましょう。何かおすすめの場所があったりしたら皆さん教えてください。じゃあ、バイバーイ。バイ。